リンリン、ハロー、パラレール、リンリン、パラレールのリントです。はい、本日はね、先日というか、まあ結構前に上げた動画なんですけど、そちらに来ていたコメントにちょっとお答えしていこうかなと思います。そのコメントなんですけど、リントさんは動画一発撮りですかっていうお話なんですが、そちらに答えていこうかなと思います。まず結論から言うと、まあそのコメントにもね、返信させていただいたんですけれども、一発撮りです。で、あれ、何の動画に来てたかな？うちの子たちを見て、お迎えを検討する場合気をつけてくださいみたいな動画かな。うちの子が結構慣れてるので、荒い子もいるよっていうのを知った上で、お迎え考えてくださいねっていう動画だね。その動画の方でお話をしてたんですけれども、お話というかコメントで来てたんですけども、動画は一発撮りです。なので今も、脳内のね、記憶とか喋りたい内容とかをこう結合させて生の声をお届けしてる感じになります。で、たまにこう全然こう動画を撮ろうと思っても全然こう言葉が出てこない瞬間っていう動画は撮って途中でうーんっていう空白がねこうできて、ああこの動画ボツでいいやって思って、なんか言いたいことが全部まとまらないと思ってボツにするんですけど、他の動画はだいたい出てきた言葉をポン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 、自分の中でも決まってることっていうか、こう、なんだろうな、芯としてある部分を言語化するだけなので、私の考え方とか、やってることとか、思ってることっていうのはもう一本の筋があるんですね。で、その一本の道筋に肉をつけていくっていう作業。で、肉をつけていくことによって、言葉がね、一個の言葉っていう形でね、こう発信されて、動画として動画上でね喋っているっていう状態になります。なので私は基本的にそんな感じでございます。まあね、台本を書いてある程度のね起承転結っていうのがある方もいると思うんですけど、私はなんか自分らしさがなくなっちゃうなと思って台本は書いてません。まあ台本書いても多分台本通りに喋んないんですよ私が。ある程度の道筋っていうのは多分立つんだけど、台本通りに喋るっていうのがね、苦手なんですよ。まあ、それがね、仕事とか、例えば自分の動画ではなくて、他の方と一緒にやる動画とか、コラボとかね、自分本位にやれないっていう内容だったりとか、本当お仕事で例えばプレゼンテーションをしなければならないだとか、あと、ボランティア活動のお手伝いでね、ペットショップさんでお手伝いたまにさせていただくことが、ペットショップというか、イベントですね、爬虫類の即売会みたいなイベントでちょっとお手伝いさせていただくことも、ちょいちょいあるんですけども、そういう時とか、なんかこう喋らなきゃならないっていうテンプレートがあるっていう場合は、そのテンプレート守るんですけども、自分の動画だし、自分の発信している内容なので、生の声、あとは、なんだろうな、こう、聞かさった言葉っていうのは嫌だなと思って動画撮ってます。だから、思ったこととか、自分でこう感じていること、あとうちの飼育していることっていうところで、もう思った言葉を、結合しながら、で、出てきた言葉はポンポンって言ってるっていうよりは、一応頭の中で少し考えたやつが、こう、口から通って、で、動詞というか名詞動詞みたいなのがくっついてっていうのをしてる感じですね。なので、少しこう間が空きながらね、喋ることっていうのはあると思います。なので本当に、基本的には、そうですね、私のまあ一本の道筋っていうかまあ、なんだろうな、何で例えるとわかりやすいな、これって。骨？生物で例えるなら、まあ骨っていうのはもう決まってるんですよ、私の中での。もう一本の骨がわーってあって、で、ある程度のその骨の骨格っていうのは決まってて、その骨格に対して肉付けをしていってる感じですね。その肉付けっていうのが、まあ言葉でね、装飾していくっていう形にはなるんですけど、ほんとそういう感じでやってます。なので、思ってないことはあんまり口にしてないですね、どの動画でも。もうたくさん動画上げてるんで、どの動画見たらええねんってなりがちかもしれないんですけど、私は基本的に生の声でお届けしてます。なので、その都度、やっぱり、その時にはこう思ってたけど、やっぱりこう見ていくうちに変わっていくっていう事象っていうのはどうしてもあるじゃないですか、移り変わっていく。変わらないものっていうのは多分ほぼほぼないと思うんですよね。おそらくですよ。なんですけど、その細かい変化っていうのも言葉にしながらお話ししていきますね。
それこそまあページの改造してこういう風なページにしたよとか、ああいうページにしたよとかっていうところで、昔これ使ってなかったけど今使ってみるといいかもみたいなのとか、あとはこれ案外良かったよとか、使ってみて分かったとかっていうことも結構ありますので、うん、私はそんな感じですかね。ただその考え方が変わったというよりは、こう見ていくうちに少しずつ、ああ自分の考え方のこの部分っていうのは違ったのかもしれないっていう、まあ反省点っていうたらいいですかね、を感じて、あ、じゃあここはこうだったから、じゃあ次こうしてみようかっていう、まああの変更というかやり方ってところですね。でも基本的に思ってることとか感じてることっていうのは、まあ、変わってないですね。うん。生きていく上での考え方っていうのも特に変わらずっていう感じでございます。はい。なので基本動画もね、一発撮りで、思ってることを基本喋りながらっていうところですね。なんか台本を書いてやると、私の場合は私らしさが本当になくなると思うので、生放送とかが一番楽なんですよね。生の声がそのまんま出るんで。うん。私はそんな感じですね。なので生の声をお届けしてっていう感じになるんですよね。で、生の声でお届けするからっていうところで、動画作りの上でのね、一個のお話なんですけど、ミントさん字幕つけないんですかっていう話をね、されたことあるんだけど、字幕で、こう思ってることで喋ってるから、台本がないから、字幕をつけちゃうと動画出すのがものすごく遅くなっちゃうのね。ただでさえ動画よく撮る、撮りだめをね、私はするタイプなので、この動画も多分上がってる時期っていうのは、年明けだと思うんですよ。年明けなので、1月のどっかで上がってると思うんですけど、これ撮ってるの実は12月24日のクリスマスなんで、クリスマスイブに撮ってるんで、本当に、取りだめしてるつもりないんですよ。思った時に動画回そうで撮ってるんで、私。お、そうだ、この質問来てたからこの動画撮っとこう。あ、これいいな、とか。で、うちの子見てる時に、お、こいつらな、こんな行動してるみたいなので動画撮ったりとかっていう形で、本当にその都度その都度、思ったタイミングで動画を撮っちゃってるので、もう今もね、シフィーさんがあそこでね、寝てるんですけど、あの動画もね、撮りたいなとか思ったりするわけですよ。水用紙で寝てるなとか。で、あと、そう、可愛い姿が見れると、それこそ今、ウィンちゃんがね、あそこでご飯食べてて、あのご飯の動画もね、様子として撮りたいなとか、そういうのはね、結構あるんですよ。なので、本当なんだろう、そういう、パッと見た時に撮りたいから、じゃあカメラ回そう、みたいな気持ちになってる人間なので、そうなるとね、字幕を起こすのがすっごい大変なんですよ。ただでさえ思った時に撮ってるし、思ったことを口にしたくて、こうなんだろう、言い切りたいんですよ、その動画内では、その話を。言い切りたいってなった時には、なんかすごい長く動画撮ったりしてて、たまにね、1時間ぐらい喋ってる動画があって、1時間喋ってる動画はさすがにボツにしたりとかね、するんですけど、そういう動画もね、できちゃう時があるので、喋れって言ったら、もうなんか無限に喋れるぐらい、なんか言葉が達者というか、口が達者というか、なんかもういっぱい喋れちゃうんですよね。うん。なので、喋れってよりもめっちゃ喋れちゃうから、そういうところを考えると、なんか、ね、動画の尺的なね、部分でいくと難しいところなんですけど。うん。なんで私はそういう風な感じでございます。なので基本的には一発撮りだし、一発撮りでやってる関係上、撮り直しもしてないし、言葉がぐっちゃぐちゃになってるから字幕もつけてないっていうのが、基本的な私の動画のスタンスでございます。なので、もう生の言葉をお届けしようかなと。変に気が立って、うちの子飼いやすいんですよとかっていうのはしてないです。なんでかっていうと、現実的じゃないから。飼いやすい飼いやすいなんて言ったら、どの子だって飼おうと思って飼いやすいんですよ。でも、やっぱりここで苦戦したりとか、こういうところで悩んだりとかっていうのは絶対あるんで、うちは今もう慣れたから、私が慣れたから飼育しやすいけど、でも、慣れてない人からしたら、多分飼育しにくいんですよ。って考えた時に、飼いやすいですよとはちょっと言えないなって。うちの子可愛いし、こういうので、もう全然いけるよっていうのは、参考例を出しますけど、さ、この参考例を真似てくれとは思わないですね。ちょっと、真似は違うと思うので。はい。っていうところですかね。はい。なので私はほんと生の声をお届けして、生の声でお届けする関係上、字幕を排除しました。
あと毎日動画をねアップしていかないと、多分なんですが今現状はストックが、すごい大変なことになっていくと思います。思った時に動画を回しちゃうんで、本当1分2分の動画とかもなんかいっぱいあるんですよ。あのこの間動画のストックを見たらですね、30本とかなってる時に、うおー1ヶ月分の動画にはなるんだけど、これ編集するのがめんどくせえなーっていうのが本音です。いや めんどくせえなと思うんだけど、やっぱり自分の記録として残したいんで、 YouTube やってるのは自分の記録とそれを見たいっていう方の、まあ、2つ2つ2曲ではないね、別に極端に離れてはいない、2人2つ2パターン、なんか日本語が出てこないね。まあ私の記録と、皆様が見たいって言ってくれている2つがあるので動画をね残していってる感じになるんですけれども、まあ一応インフルエンサーみたいな形にはなるので、まあそれ相応のね覚悟を持って、まあ批判的な人が来たりとかするとは思うんですけど、その覚悟を持った上でまあアップロードをしているっていう形になります。なので基本的にはまあ生の声、自分の思ってることっていうのをねお伝えするようにしております。もうその方が私らしさが出るし、なんか変に着飾ってる方がダメだなと思ってっていうところでございます。まあ、これからもねこんな感じのスタンスで動画アップしていきますので、よかったらこれからも見ていってくれるとありがたく思います。はい、ということで本日はねその動画一発撮りなんですかっていう話と、そこに付随した、動画の撮り方の部分とか、そういうところのね、あと動画の出し方みたいな話少しさせていただきました。ということで本日は以上となります。ということで以上リントでした。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてツイッター、インスタグラム、TikTok やってますので、よかったらフォローお願いします。もうこうやって忘れていくんですよ。ということで、次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、ツイッターのフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。